い、今回もですね、複製音とともにお届けしたいと思います。聞き取りにくいかな、どうやろう。皆さんよかったらついてきてください。あ、アイドルちゃんたち、お疲れ様です。はい、で見てください。いきなりね、この方はなんとドルガバの袋を差し出してくれはったんです。そう、共演者の大輝さんという方なんですが、社長兼タレントさんなので、まあいわゆるお金持ちでございます。かといってね、防衛のお祝いでまさかドルガバのこんなセットくれはるなんて思ってもないよ。もう母大興奮でございます。ただ帰ってから思って、ちょっと待って、うち祝いどうしようってすごく悩んだんですが、私はですね、バカラでおしゃれな置物を見つけたので、そちらをお渡ししました。聞いていただけたらいいなと思います。はい、ほんで次の収録に向けて、今度は DJ プレイのセッティングをしています。配線とか覚えるの最初難しかったわ。案外ね、華やかなお仕事に見えてこういった地味な作業もしています。そしてスタッフさん行ってきましたね。ちょっぴり打ち合わせをしております。はい、これはトーク部分の収録中ですね。はい、そして次はですね、カメラマンさんたちと、価格の確認作業を行っています。これ以上手を上げると手がはみ出ちゃうよとか、そういう確認ですね。ここから DJ プレイの撮影が始まります。案外リリーの飴玉で DJ プレイ入れてるのって、アムタビの沖縄の旅の時だけなので、みんなびっくりかな。いつも家でダラダラね、のんびり撮影してますけど、今日は仕事のリリーをお見せしたいと思います。去年行われた男祭りの音源をもとに DJ プレイをしていこうと思います。これ使えるのかな、 YouTube 使えるのかな。そうなんでしょうね。もう音落として雰囲気だけ、なんか体で証明してきよう。よし、運転です。スマイルの上井義孝さんです。どうも、お願いします。はい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 、お願いします。スマイルさん YouTube やってます。あ、はい、ドカタでやって。簡単に言うと町おこししてます。芸人のオフ、芸人のオフの見したら角度が見えちゃうと思いました。吉高さんは休憩中、だいたい鼻ほじってるから。やってくださいじゃあ、さっそろそろ。はい、じゃあ入れます。はい、では、はい、5秒前、4、3、さあ、それではリリーちゃんお願いします。はい、行きます。はい、そして気合の入った本番でございます。今回はね、ウーバーワールドさんが去年行われた男祭りのライブ音源で DJ ミックスをしてるんですよね。なので楽曲と MC をミックスしてみたりとか、エディットしてみたり、本番は7分間の DJ ミックスやったんですが、そこにストーリー性を持たせて、クルーの皆さんも初見の皆さんも楽しんでいただけるようなセトリを組んでみました。これが放送の時はですね、ウーバーワールドさんの、ライブの映像とともに流れてますので、もう見応えたっぷりでございます。放送はもう終わっちゃったんですけどね、またツイッターなどでバキバキビートと検索していただけたら、もしかしたら誰かがアップしてくださってるかもしれない。ぜひ探してみてください。今音声こうやって録音してたら、棒が横で目覚めた、笑てる。ギャン泣きは今からやめてや、もうちょっとで終わるからな、ちょっとだけ泣くの待ってな、トン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 。あ、よし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 、もう目つぶってきた。よし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 、勝った。もうちょっと続けれそうと思ったらちょうど終わりやった。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。どうでした？
せたらいいですけどね。 YouTube で無理かもしれないですけど、映像だけでも楽しんでもらえて。はいはい、いいよね。出産というカテゴリーですごく通じもしてるね。ワンちゃんもやし、リビー再生回数はどうなってる、出産の間に。すごいな、540万回入ってる。すごい、すごいね。マジで。キリーさん見てくれてない。いやおい、ごめんなさい。いや見ますよ、絶対見ますけど、やっぱちょっと怖い。なんか怖い。なんかサムネもこんなやったよ。はい、見れへん。いやそれ言うて経験しますよ、兄さん。してや、予行練習ですよ、立ち上げ予行練習。大丈夫です。よし、じゃあ行こう。はい、お願いします。お願いします。よし、先生を取ってください。